どうもレジェンドの山下です。本日もよろしくお願いします。さて今回もやっていこうかなと思います。今回もご質問をいただきました。 LINE の方ですね。皆さんありがとうございます。そう、紙コップの書き方を教えてくれというご質問でございます。はい、実は僕も超苦手でございます。ちなみにこの紙コップはキュオス、そうですね、ラテアートというと口径90ミリのやつですね。そうなんですよ、まあちょっと大きいですね。でカップサイズ自体も270だったかな、結構量多めだったと思います。これのですね攻略作戦を今回はお伝えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、いくぜ。株式会社ホームカフェではコーヒー豆の卸し事業を行っております。しかもコーヒー豆を卸すだけではなくて、もちろんアフターサービスとしてラテアート入れ方だったり、もちろんマシンの設定だったり、そういったこともお伝えしております。そうですよ、まあ、場所によりけりですけどね、直接お伺いして設定することもできましたので、どうぞ授業されている方よろしくお願いします。またカフェをこれからするにあたってですね、レシピなどそういったコンサルティングみたいなこともやっておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは本編に行くぜ。はい、先にですねレシピですね、何を何グラム、どのピッチャーを使っていくかをお伝えしていこうかなと思います。まず豆は LBO ブレンドのお話になります。はい、ぜひね LBO ブレンドで同じようにやってもらうと分かりやすいと思います。はい、でまずダブルのバスケットですね、まあ、これはちなみに 58mm のものになります。ここに 18g の豆を入れて、この紙コップの中に約 20g 抽出を行います。はい、そして牛乳はですね、実はそうなんですよ、結構みんな大きいピッチャーを使うイメージじゃないかなと思うんですよ。こういったでかいものではなくて、実はこういうちっちゃいピッチャーできます。でこのちっちゃいピッチャーに関してなんですけど、 WPM みたいなこういったものであると OK です。ただダメなのが、よいしょ、こういった普通に小さいピッチャーであると対応はできないです。はい、でこういったピッチャーに牛乳は 220g 入れてください。はい、まとめますと、バスケットに 18g LBO ブレンドを入れていただいて 20g 抽出します。そして WPM のような斜めのピッチャーに、大きいピッチャーですね、ゼロヒーローもいけますに、220の牛乳を入れてスチームをして行っていきます。まずここがレシピになります。続いて書き方です。はい、書き方といたしまして、そうなんですよ、まずラインが出ないっていう方いるんじゃないかなと思います。それはですね、倒し込みが甘いのが多いと思います。そして2つ目に、アートが潰れちゃうっていうのがあるんですけど、それはそれでなんかこう水面が低いってクッてありすぎると、それはそれで上がってくるときに液面が大変じゃないですか。こう斜めの時で、この斜めの時の表面ですね、それをグッと上げて上に上がってくると、楕円が円になるんで潰されるんですよね。そうなんです。ですので早く行き過ぎると、それはそれでダメです。はい、でそこで何をすればいいかって言いますと、約紙カップの6割ぐらい水面を上げていきます。はい、でこの時に遅すぎるとこっちが分離しますので、こういったカップに比べて早い目に水面をグッと上げるのがポイントになります。そして2つ目、ラインをしっかり出すためにですね、紙コップをさらに倒してピッチャーをもうこうめり込む勢いで水面に近づけてもらいますと、ラインが綺麗に出てきます。そうです、このポイントをですね守ってもらえば、まずはレイヤーハートは綺麗に描けるんじゃないかなということで、今からレイヤーハート1つ描いていこうと思います。ぜひその辺のポイントをですねほっと見ながら、なるほどって感じてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、それではですねやっていこうかなと思います。はい、でフォームに関しましてはカップと同じ、ほぼ同じで大丈夫です。何かしら紙コップだからといって特殊なことはすることはないです。で本当に、まあ、温度に気をつけて作っていくみたいな感じですね。で心配であれば普通の
カップよりちょい多めで作ってもらうといいんじゃないかなと思います。はい、それでは行こうと思います。まず普通に水面をね上げていきます。で6割きたらカップ倒してもらって、こんな感じで書いてもらうと結構大きめのレイヤーハートができるみたいな形ですね。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね分かりにくいかと思うんですけど、本当にこういったカップよりかは少し早めに水面を5割6割ぐらいまで上げて、もう本当にその後にもう一回紙カップを倒してピッチャーをもうめり込ませるぐらいの勢いでやってもらうといいんじゃないかなと思います。これがですね少しでも離れてたり弱かったりすると、綺麗にラインが出ない、コントラストが出ないっていう原因になったりしますので、本当にその辺を注意してもらうといいんじゃないかなと思います。もう本当はね本当に考えることとして、もうなんかこう攻め込むみたいなこととりあえずまずは考えてもらうと、ラインが綺麗なカップに際して大きめのアートはしっかりとできると思います。まずはね攻め込むっていうポイントをですね理解してもらったらいいんじゃないかなと思います。そして来ましたね、これですよ。この時が本当一番楽しみですね。いただきます。グッデイソン、たまらんすね、本当にたまらんす、でもっと牛乳がしっかりっていう方はですね、エスプレッソを 15g に落としてもらって、いやもっとエスプレッソを感じたいっていう人は30、40、マックス40まで足してもらってやってもらってもいいんじゃないかなと思います。ここはですね、まあもしお店されてるのでお客様に聞いて、そういった会話が大事なんですよね。エスプレッソ濃いめが好きですかみたいな、よかったら濃いめできますよみたいな、超好きでしたら超濃いめもありますみたいな、お濃いめですかってエスプレッソ飲まれるんですねみたいな感じでね会話してもらうと、まあ店の評価につながったりしますので、まあその辺はねまあまあ置いときまして、はい、まあ、まずはそのグラムを調節してもらったらいいんじゃないかなと思います。基本的にそういったエスプレッソとか牛乳の量っていうのは本当に測る方がいいんですよ。ですね、こういった測るものはですね、まず持っていた方がいいんじゃないかなと思いますね。数字かデータかは本当に大事です。はい。まあそんな感じでね、ぜひ紙コップでやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ぜひね、高評価とチャンネル登録をですね、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。いや、実はですね、店舗がですね、本当にめちゃくちゃ寒くて、今日はハイネックでやってます。そうなんですよ。暖房をつけるとね、これがですね、ノイズを拾ってしまうのでね、今日は極寒の中での撮影でございます。ぜひね、皆さんもよかったら店舗に来てください。それでは、また。